はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は日本代表岩崎成長の証、しかし試合は激戦熱戦壮絶な展開ということで、まあちょっとまさかこんな試合展開になるとは思ってなかったんですけれどもね、まあ前半ね岩崎選手がねこれ成長を見せたそんな得点シーンもあったんですけど、ちょっと思ってたんと違う展開になりました。このゲームでございますけど振り返っていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかったら動画概要欄からですねサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということと、もう一個、宣伝というか告知というかなんですけどもね、明日月曜日ですね、明日月曜日20時を一応予定しているんですけどもね、浦レッズプラス九州勢の、今節を振り返ろう、そして7月を振り返ろうという、まあ、動画じゃない、生放送か、生放送を一応明日20時月曜日20時からやる予定にしているんで、よかったら、見に来てくださいという話でございまして、早速じゃあこの試合振り返っていきましょう。まず両チームスターティングメンバーこんな形と、なりました。いやーセンターバックのところねバウド井林で、来ましたね。まあ、ちょっと多分いろんな事情がもしかしたら、ね、あるのかもし、れませんけれどもね、まあ、この、メンツで来ました。そして山原選手もスタメンでしたね。で、ボランチのところには松岡選手入りましたね。まあ、久しぶりの、スタメンだったんですけれどもね、松岡ですね。そして、ピカチュウね、ピカチュウ選手初スタメンということで、まあ挨拶代わりのね、強烈なシュートもあったんですけど、この、ピカチュウ選手、まあでもちょっとね、本当クロスのとこ見ていてもいや面白いなって、なんか多分この選手、得点サイドハーフの選手なんですけどもね、得点が取れそうな、本当点が取れそうなサイドハーフの選手かなっていうのが思ったんで、そこはちょっと今後、ピカチュウ選手、まあ、名前だけじゃなくてそのプレーにも注目、していこうと思っております。そしてトスの、まあ、一応システムというかフォーメーション451ですね。451というか、まあ、4213の形でもいいのかなって感じはするんですけどもね、それがやっぱ長沼選手岩崎選手は結構これ高い位置深い位置取ることができていたんでねっていうのがありますが、差し上げてこちらでございますね。3対3ドローということになりました。まあ本当壮絶な、ゲームでございました。まあ、得点者としては岩崎選手、長沼選手、そして堀米選手が鳥栖の得点者、そして清水が白崎選手、北川選手、サンタナ選手の得点ということで、まあ、北川選手もこれ復帰後初ゴールということで、しかもねホームでの得点ということで、まあ、清水のサポーターもこれ相当これは喜んでいるんじゃないかというゲームで、ございますけども、まあ鳥栖としてはやっぱり鹿島戦に続いてですけどね、まあ、リードした後の守り方っていうのはやっぱり課題かな。特にアウェーのゲームですね。アウェーのゲームでこうやって追いつかれてしまうとなかなか厳しいものがあるんで、そこはちょっと鹿島戦の反省というのを、ね、生かしたゲーム内容とか展開に、正直してほしかったところであるんですけどもね。はい、そしてじゃあ試合を見ていこうということで、まあ、トスレビュー前半ですね。これ前半の話にはなってきますが、まあ、試合前からツイッター含めてピカチュウ選手に注目が集まっておりました。でしかしまあ先制点を挙げたのは岩崎選手でしたね。その多分ピカチュウ選手のシュートの後ですかね、岩崎選手日本代表となった岩崎選手のゴール先制ですね。あそこを、ね、ぶち抜くんだ、似合うぶち抜きましたね。本当、素晴らしいゴールでございました。やっぱり自信ついたんですかね。よく、ね、代表外の選手は次の試合で、リーグ戦で活躍するとか、多分この、ね、選手、まあ、日頃のトレーニングから意識が変わるとかいろいろ言われるんですけれども、岩崎選手も、ね、これ相当良い刺激を得たんじゃないかと思ってますけれどもね。で清水の問題としてちょっと放置されてたかなっていうのが前半はありました。これ後半結構修正はまあされたというか、そこはあんまりこうやらなくなったんですけれどもね、一応図解ということでこれ出すんですけれどもね、まあ、前半のとこですけれどもね、清水はセンターバック2枚でできるだけビルドアップやっていこうっていう形でしたね。もちろんこれセンターバック2枚で基本的にはやっていくんですけど、そのヘルプに松岡選手が降りてきたりとか、サイドバック山原選手がちょっと3バックセンターバックの左の方に入ったりとか、そういう出入りもあったんですけど、基本的にはセンターバックバウド選手、井原選手なんとか2枚でお願いしますというのが一つこれ清水のこのビルドアップでございましたが、まあ、これがだからうまくいかなかったですね。で、まあ、この形でやるならやっぱ、ね、あの大久保選手かゴールキーパー、大久保選手含めて、まあ、3対3とかでボール回す方が良かったのかなというのは、あります。でこの岩崎、宮代、長沼とりあえず出してはいるんですけれどもね、とにかく岩崎選手も中心ですけど、ね、3人、まあ、この清水エスパルスのセンターバック2枚に対して、サガン鳥栖は3枚でプレッシングに行こう、まあ、清水のビルドアップの時はまあ3対2の形が結構多かったというイメージがあります。でしかし今出口までなかなかボールが、届かなかった。ここで言うと松岡選手がまあ出口に立っているわけでございますけど、この松岡にトップ下の守屋選手が結構食いついて行ったりとかフラフラしながらちょっと、ね、松岡の様子を見ているんですよね。
ね。これ、森谷選手が松岡選手を見ていて、なかなか、出口に立っている松岡選手も、ね、ボールが届かないで、だから白崎選手が少し降りてきて、まあ、ヘルプに入るんですけど、そしたらちょっと前線の人数が足りなくなったりとか、ちょっとこの、ね、清水も予期せぬというか、ね、このトップ下森谷選手がなかなか剥がすことができなかったというのはあるんで、やっぱこの、ね、やっぱセンターバック2枚でやるのであれば大久保選手の参加というのはもっと、必要だったんじゃないかと正直思いますがね。これだからなかなか、難しいですけれども、ね、本当メリットデメリットもあります。この、ね、センターバック2枚でできるだけやっていこうというのはもちろんこれはメリットありますが、ただね、鳥栖の3枚のプレッシング相当効いてたんでね、これは、清水も相当苦労したんじゃないかって思ってますけれどもね。はい、そして、まあ、これがだから前半の話ですけれどもね。で、あと、長沼選手、その後ですけれどもね、その、まあ、清水のビルドアップのミスをうまいことついて、長沼選手が、まあ、J1 初ゴール、決めました。まあ、トスのユニフォーム着て初のゲームだったんですけれどもね。で、この試合、長沼選手、良いクロスも2本か3本ぐらいあったんでね、まあ、挨拶代わりのプレーにしては相当これ、素晴らしい、まあ、印象的なプレーがあったんで、このトスの右ウィングバックは今後、長沼選手が務めるんじゃないか、十分その資格はあるんじゃないかって、思わせてくるプレーもあったんで、今後、期待をしていこうと思いましたけれどもね。でだからこの清水はさっきも言ったメリットデメリットのところになってくるんですけども、ね、最初のこのラインですね、ファーストラインを超えたら、まあ清水のチャンスを作ることができる。センターバック2枚でもちろんやっていて、ボランチもできるだけ降りてこないようにやっているんで、前線にはね、清水は味方の選手が結構多い状態にはなっているっていう話でございまして、だからサンタナ選手が収めて前向いたら結構選手が、ね、走り込んでくるシーンもあったんで、そこですね、最初のファーストライン超えた、そこのその後はやっぱりチャンスを作ることができたんで、なかなか理想と現実って難しいな。多分これ清水が前半少なくともやりたい形でのチャンスメイクではない、もうちょっとちゃんとつないで、ね、そこからチャンスを作っていきたかったはずなんですけど、やっぱロングボールをまずサンタナ選手に預けておいて、そこからじゃなんとかっていうのがあったんで、清水のまあ理想と現実、これやっぱ監督、リカード監督もなかなか理想と現実の間に揺れてんじゃないかって正直思ったんですけどもね。はい、そしてまあ問題というか、いろいろ動いた後半でございますけれどもね、まあ、清水本当ね、前半よりも割り切ってロングパスを選択しましたね。もう後ろで回すのは苦しいのであれば、ロングパスをもう積極的に出していこうというのはやっぱりありました。この A プラン B プランの切り替えが前半よりも相当早くなりましたね。もう変にボールこねて、ね、バックパス続けて、横パス続けて、で奪われてというよりも、ちょっともうこれは厳しいなと思ったらロングパスに切り替えて、でそこサンタナ選手がしかも収めて、そこからチャンスというのはあったんでね、これやっぱうまいこと清水をひっくり返すことができたんで、このロングパスでしっかりね、サンタナ選手に預けておいて、そこからチャンス作る、これ十分戦術としてありじゃないかと、思いましたけれどもね。でだから理想よりも勝ちへの執念、まあ、昨日ジュビロ磐田が勝っているんでね、残留を争っているジュビロ磐田が勝ったんで、絶対この試合勝ち点を落とすわけにはいかなかった。それがまあ清水の現状になってくるんで、本当執念見せたんじゃないですかね。もう本当ね、僕はサガン応援してるんですけど、そこの執念というかスタジアムの雰囲気含めてですけどもね、それは感じましたね。であとまあ失点シーン、山原選手止めきれませんでしたね。そこのドリブル、許してしまったんで、そこはまあなんとか止めてほしかったところでありますけれどもね。でしかしその堀米選手は沈めて3点、沈めての字が違いますね、沈めて字が違いますけれども、すいません、堀米選手がまあ沈めて3点目ということで、もう堀米素晴らしいゴールを決めてくれましたね。あそこはまあシュートレンジですね。堀米選手もあそこまでしっかりボール運ぶことができて、でこのプレスも清水のプレスもちょっと緩かったんで、そこはやっぱ堀米選手思い切って振り抜いた結果決めるということでね、あの3点目結構僕は大きかったと思うんですけれども、これで僕は正直勝ったと思います。もうこれは、ね、よろしくないんですけれどもね、このまあ3点目が決まった瞬間、まあこれで決まったかなって思ったんですけれども、清水はそこからもう1回ペースを、ね、これ取り戻すということで、本当そこから清水ペースになりました、ね、2点目すぐこれね、清水が1点返して3対2、するんですよね。北川選手が決めて、そして、サンタナがまた決めて同点ということで、本当立て続けに、失点がついたんですけれどもね、まあ本当清水のペースでした、まあ、スタジアムの雰囲気も含めてですけれども、本当後押し、してましたね。難しいですね、本当、サッカーっていうのは。だから、ね、多分監督としても後ろ5枚にして、まあ、守備的というか後ろ5枚でしっかり守っていこうね、クロスの対応含めてやっていこうというのはあったと思うんですけど、5枚にしたと言ってもやっぱりなんかうまくいかなかったな。この、ね、後ろセンターバック、まあ、ファイバックね、後ろ守っているんだけれども、このね、空いた選手間通されてしまったりとかしていたんで、ちょっとファイバックにして守備的に行ったのはいいんだけれども、なかなか、それがうまくいかなかった感があります。まあ、これ本当、難しい。だから、ね、ファイバックにした時点で、まあ、このまま逃げ切ろうというメッセージになるんですけど、まあ、逃げ切ろうというメッセージが強すぎて、そこからまた、ね、追いつかれた後もエンジンがなかなか、かからなかったのかなって正直ありますけど、ね、本当難しい。この選手交代のあとシステム変更とか、ね、フォーメーションの変更というのはいろんなメッセージにつながるんで、ね、そこはなかなか難しいのがあるんですけど、というのはありますが、まあ
しかし原田選手よく最後止めましたね。本当決死のスライディングで止めてくれました。でその後藤田選手もスライディングでねシュートコース消すっていうシーンもありましたし、まあ、最後まで鳥栖の選手もまあ追いつかれてはしまったんですけどね、よくまあ集中力切らさずにやってくれて、なんとしても4点目やって、感じだったんでしょうね。そこは本当、原田選手ね決死のスライディングで止めてくれたら結構多かった。本当勝ち点中なんとか、もぎ取ることができたのはこの原田選手のおかげじゃないかと思ってますけどもね。はい、というと今回以上ですけれども、一応告知じゃないですけど、まあ、次節の対戦カードの確認ということで、まあ、出してはいるんですけれども、まあ、次節はジュビロ磐田戦ですね、同じく、まあ、前回勝ってるんですね。今回湘南ベルマーレ、今節湘南ベルマーレに勝利してる清水、ジュビロ磐田になってくるんで、しかもまあこちらも残留、かかってるチームなんで相当食い気味に、来ると思います。本当今回次はホームのゲームになってきますけれどもね。で、8月7日かなのこのジュビロ戦は一応僕はスタジアムに行く予定にしております。今年僕が鳥栖のスタジアムに行った試合は全部 5-0 で勝っておりますね。本当ねびっくりしたんですけどもね、札幌戦あれまだ2回しか行ってないのか、なんか3回くらい行った気がするけど、まあそうか、3回行ったけどうち浦和戦か、1個は浦和戦だから裏のゴールにいたのか、あだからまあ3回行ってはいるんですけどね、まあ浦和戦以外の2試合に関してはですけれどもね、札幌戦、FC 東京戦全部 5-0 で勝っているんですね。この、行けば大体 5-0 で勝つ男なんで、この試合も結構 5-0 で勝ってくれるんじゃないかとか、まあ、思ってるわけでございますけれども、さあそこ分かりませんけど、本当まあ油断せずね、この試合清水戦の反省を生かして、まあ、静岡県勢にリベンジ果たしてほしいところでありますけどもね。はい、ということで言います以上、プラブンテジェルサッカーチャンネルのつつんですよかったチャンネルと、そして明日の生放送もよろしくお願いします。さら喜ぶよ。